始まりました。ジャイアンクラブ2月今日は4日ですね。前回に引き続き今日もキミコさんが来てます。どうもキミコです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、前回いいだけ話して時間が足りなくなって打ち切った感がすごかったんですけど、はいはい、どうですか、そのままお疲れ様です。お疲れ様です。いや、なんだね、なかなか皆さん面白いって言ってくれてるんで、本当素晴らしい企画だと思います。素晴らしい企画、素晴らしい企画。いや、俺ね、個人的にさ、次回はまた別な人が来るの、うんうん、でその時にまた俺のこと聞かれたらまた同じことを喋んなきゃいけないのかなっていう、そういう懸念があるのよ、俺は、うんうんうん、だからまあどうしようかな。だからあれじゃない、この間じゃないと分かんないことを話してくれてるわけだから、まあそうだね、次違う人来た時は違う人がいる、その人との関係がこうとかじゃない、いいんじゃないですか。まあまあまあいいんだけど、うん、で前回はギターを始めたきっかけとか昔話ばっかりしてで、今日はどうしようか、ちょっと最近の話とかギターの話をしたいじゃない、濃いやつ、濃いやつ、ずっと弾いて終わっちゃうから、あんまり弾かないようにしないですよ。これ弾くとね、弾きっぱなしになるから、ね、ずっと。今日ギターの話をしようかな。いや、だから俺今日は、キンプに合わせて、うちの唯一のギブソンのレスポールを持ってきただけですよ。俺の方が、スタンダード。僕のカスタム。そっちはカスタム。カスタムです。ね、ちなみにそれ何年型？これは1995年型です。あ、同い年じゃん。え、マジで？これ95年型。あ、95年型？あら、同い年じゃん。綺麗ですね、これね。これね、うん、これまあ中古なんだよね。ボディバッグも全然傷ついてない。そうそうそう。これね、これのボロボロだよ、これ。本当だ。ね、うん、あんまり俺でストーリー引かないから普段。あ、見たことない。重たいから。なるほどね。そこレッドゼッペリンごっこやるとしか弾かない。こんな言うでしてるのに。そんなことはないんだ。何曲ぐらいですか、これ。分かんないから。分かっておられるよね。あ、結構ある。そこそこあるでしょ。変わんないぐらいだ。ねえ、5キロ弱じゃない。少なくても軽くはない。軽くない。それどれもだからレスポールなんだよね。なるほど。重たいから意味わかんない。ギターの話っていうかね、俺そのエフェクターとかアンプとか、うん、みんなどうしてるのかなっていつも思う。ああ、それあれだよね、永遠のテーマですよね。そう、で俺なんかもさ、もう結構さ、いいだけ買ってんだよ、なんかね、うん、結局ね安定しないよ。まあ追求するとさ、キリがないから、本当に全くキリがないから、うん、てかね、2年ぐらいは気に入ったものは使ってるの、2年ぐらいは、うんうん、同じセットね、うん、で3年目に入るとね、なんか違うなとか、ね、思い出すの。音もさ、なんか慣れてくるんだよ、うん、音に自分の、うん、そしたらさ、うん、2年前はすごくいい音だと思ってた音が、うん、別に大したことない音に聞こえてくるの。分かる、分かる。これじゃまずいと思って、うん、でまた違うものを探しの、こう探しに出るっていうか、うん、気持ち的にね、うん、旅に出るわけでしょ、うん、そこでまた何か見つけるとさ、うん、買うじゃん。買っちゃうよね。買っちゃうよね、うん、で買って試すんだけど、うん、一発で決まんないじゃん。決まんない、うん、あれだね、買った途端に嫌になるのもあるし。ああ、あるね。あるあるある。俺この間 DOD のオーバードライブ買ったの、黄色いやつ、買った瞬間に嫌になった。これダメじゃねえけど俺は嫌いだなみたいな。なんか黄色くて線入ってるやつですよね。そうそう、ね、うん、なんかね、縦線ビューってバーコードみたいなの入ってる。そう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 、あれ
れダメでした、あれ中古で安かったね、なんか2000かそれぐらい安いと思って買ったの、うち持って帰ってきて、まあ、ちょっとメンテナンスして、うん、スタジオ持って行ってみて話したんだけど、うん、ボスの OD1 とか、あ、SD1 か、ボスの SD1 とかでいいじゃん、みたいな。ああ、そうなんだ。結局。確かにね、ボスの SD1 よりは、ちょっと中低域が太い感じがする。あ、太いの？ちょっと太い。ジャリジャリ感は？ジャリジャリ感はね、ボスの方がある。ああ。SD1 の方がある。もっとつるんとした感じなんですか？そう、割とね。俺好きかも、それ。本当？うん、使う？使ってみようかな。持ってくるこれ。なんか、ぬるっとした感じなんですよね。ぬるまではいかないけど、うん、けど俺の感覚だと結構ぬる。あ、じゃあ合うかも。本当？ザラッとしたのが好きなんですか？割とね、うん、ザラッとした方が、うん、あの、粒立ちがいい感じがする。ああ。これは。あ、そしてさ、あの、聞こうと思ったんだけど、音作りでね、うん、一番重視するとこってどこ？これはね、音抜け。抜けか。抜け。音抜けがもう最重要項目だな、ここ数年で。前はね、うん、ヘビーな、うん、ボトムがヘビーな方がいいとか、うんうん、あのソロを弾いた時の中高域の抜けが重要だ、うん、いろいろ思ってたんだけど、うん、今はね、バッと弾いた時に、うん、パーンと抜ける音、うんうん、ってやった時に今ここ持ってるの、うん、そうさ、ビャッとこう前に出る音を準備する、だから抜けるよね、抜けるでしょ、うん、これを重視して音作りというか機材選びレベルから、うん、もっと言うとギターの配線レベルからやってる、ね、うん、もう散々やらかしてるから、うん、あの結構ね、だからみんなどうなのかなみたいなのがある、うん、俺の中で、うん、気にしてるのかなって思う。抜けのコツって一発で一言で短く言うとどんな感じなんですか？抜かすコツっていうのは、抜かすコツ、こもらせない。いや、それなんかわかるけど、いや、こもらせっていうか、うん、あのね、うん、低域を出さないよ、ね、出さない、ローは出さない、うんうん、あのバンドアンサンブルの中で、うん、ドラムとかベースとかいるじゃん、うん、ロックバンドだから、うん、はい、そしたら、うん、だいたいあのドラムのキック、バスのキックの音とか、うん、あとベースのブンブンした音とかが、はいはい、下地にあるわけ で、ね、でそこにこう侵食するほど低域を出しちゃダメだと思って、うん、だからそこに行かないギリギリのとこまでしか出さない、うん、だからギター単体の音だけ聞くと、うん、なんかものすごい軽い音に聞こえるみたいなところで、うん、歪ませたりとかすると特に、うん、けどバンドで合わさった時はこうバンドでこうみんなでパッていっぺんに音出して合わせるときは、うん、その方が音の分離が良くなって抜けが良くなる、うん、アンサンブルの中での抜けですね。そうだね、割とね、だからギター単体でもやっぱ、うん、あの抜けがいいとか通りがいいというか、うんうん、よくさほら甲高い声の女の子がいいんじゃん、ええええ、で別に大声出してるわけじゃないんだけど抜けますね、えらい遠くまで聞こえるじゃん、うん、あのイメージ、あうん、俺みたいにほらボソボソ喋るやつがさボソボソしてるからあんま抜けないんだよ。で喋ってても何言ってるか分かんない時はよくある。俺自分の放送後でアーカイブ見てさ、うん、お前何言ってんのよって自分に突っ込むことたまにあるからそのぐらい聞こえづらいわけで、やっぱモソモソしてると、うん、だからそういう要素を全部なくして、うん、シャキッとした音を作るように心がけてるね。ね、だからそうね、うん、まあそれがアンプもギターもそうだし、うん、エフェクター選びにしても、うん、あのオンにした時に変にこうなんていうかこもっちゃうようなのは好きじゃない、うん、あそうか、うん、こもるってことはつまりそのちょっとぬめっとしてるっていうか、そうだよね、なるじゃん結果的にさ、ね、うん、そういうのはちょっと苦手かもしれない、うん、ファズとかジョーとかチャーとかいう方が、うん、
をちょっと軽くかけてる方が自分には向いてるのか、うん、昔の音だよね、言っちゃうと急にいろいろセッションやるじゃないですか、うん、基本的に、うん、あの根っこの音作りって変わんないんですか、したら変わんないよね、変わらない、うん、でやるのに合わせてちょっと色つけたりする、そうだね、そう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 、歪み加減を変える、うん、基本的なラインは常にもう自分のバンドでも同じ、うん、ファントムの音も、うん、結局その根底は一緒だから、ああなるほどね、うん、歪み加減だけを変えてるイメージかな、うん、歪んでる時の、うん、こうボリューム上げると歪むじゃん、はい、で下げるとさちょっと歪みがなくなってるじゃない、うん、だからどの状態でもボリューム下げると、うん、ファントムやっててもどっかのブルースバンドやっててもボリューム下げると同じ音になる、あーなるほどね、そう、うん、クリーンになってくる、うん、まあ、そういう音作り、うん、だピックアップとかも、うん、そういうのを結構気にして選ぶ、うん、最近はねもう手巻きのピックアップばっかりするんですけど、ですよね、うん、前はね、それが来る前はやっぱ定番だけど、うん、セイモアなんかの JB と59のペアで、うん、もうそれでもう10年以上使ってたから、うん、まあ、ずっと定番だったんだけど、でも、なんていうのかな、あの、ダンカンとか、うん、あと BMG とかもそうだけど、うん、イコライジングされた音がするじゃん、そうだよね、なんか、なんていうの、コンプレッサーかかってみてるんですか、うんうん、ちょっと、うん、こう潰された感じの音がするのが、うん、ずーっと気になってたの、うん、昔から、うん、でも、うん、他に当時は選択肢もなかったし、ですよね、バランス最高ですもんね、うん、リプレイしたら、そうそうそう、バランスいいし、うん、どんなギターに乗せてもそれなりの音が出るから、すごく重宝したんだけど、うん、逆目がすると、うん、誰が使っても同じ音なんだよ、うんうん、ね、あれがね、俺もうあのダンカンを使い始めた頃から感じてて、うんうん、すごく気になってたのずっと、うんうん、だからあんまりそこをねこうなんていうか解消するために、うん、結構いろんなメーカーのピックアップとか、うん、安いなんかアジア製のものとか、うん、いろいろ使ってみて、うん、一時期ね70年代のギブソンのキートップに落ち着いてた、あれが結構良くて、うん、あれ10年ぐらいだから、うん、で、ティートップを中古で見つけたら、うん、もう極力、うん、すぐ使わなくてももう買う、買いだめ、買いだめ、うん、だって絶対さ値段上がって分かってたから、うん、だって当時ねティートップ一発1万ぐらい買えたの、うん、10年ぐらい前は、うん、今2万5000円すごいじゃないですか、そう、しかもあのこう2つセットのさ、うん、例えばこう75年の335についてましたとか、うん、でこうフロントリアのセットとかになると、うんうん、2個セットで、うん、うっかりすると10万とかするよ、へえ、でええー、と思って、うん、でやっぱこのセットで乗っかってたやつを外してセットで売るっていうのが 高いらしくて、うん、単体バラだと、まあ、2万5000とか、うん、高くても3万ぐらいだけど、うん、セットになるといきなり高いんだよ、うん、はい、その頃も一発1万だったけどセットで買うと大体3万円ぐらいしたから、うん、で もう発見したらすぐ買ってた、結局ね今うちに何個あるんだろう、1234もう使ってるから、うん、え待ってダブルネック4つともっていうことでしょ、贅沢だね、贅沢だよね今考えたらしてフライング V に1セット、2セット、3セットってんでしょ、あと、なんだ、ティートップはそんなのか、ティートップだけで10個ある、全部乗ってるの、全部乗ってる、うん、4つはダブルネットに乗ってる、うん、で、あとの6つはフライング V3 本乗っかってる、そう、で、それがね、気に入っててずっとそれ使ってたんだけど、うん、あれパワーないの知ってる？うん、ないない、全くない、ティートップって、うん、全くない、あ直流ってことで 7.8 オームとか、うん、
あるやつでも 8オーマーぐらい、うん、でちなみに段階のジェリーが16オーマーありますね。ってことはマッチ数倍なんだよ。それはパワーないよ、うん、全くなかったね。え、今何つけてる？あ、俺ね、これね、掟破りなんですよね、これね。ほう、ディストーションなんですよ。ダンカンディストーション、ディストーション、はいはい、こっちなんだと思いますよ。え、何でしょ。ダンカンディストーションなんですよ。ディストーションのセットなんですね。そう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 、フロント、そう、ネックもブリッジもね、うん、ディストーションなんですよ。へー、え、なんでそうしたの？あのね、モアゲイン、ゲインが欲しかったんですよね。ゲインが欲しかった、サスティンが欲しかった。ゲインとサスティンって、なんつったらいいんでしょうね、すごく微妙な位置関係にあると思うんですけど、もう超ハイゲインでも全く伸びない人も当然いるし、うん、超サスティンがあるけども全く沈んでない人っているじゃないですか。いる。で、僕、俺ってサスティンが ひたすら欲しいんですよね、はい、伸びやかな音が欲しくって、なんつったらいいんでしょうね、サイテンスアルバスのジョン・サイクスの音が大好きな。ジョン・サイクスの音ね。ジョン・サイクスよく弾いてるもんね、それはね。大好きな、伸びやかな音、伸びやかな音が。ということで、ライブの音聞くとアルバスの音って全然抜けないじゃないですか。そうだね、うん、全然抜けないでしょ。言われてみる、うん、で、仕切りにボリュームいじってるんで相当ハウってんだなってのが、相当ハウってんだなって感じがして。なるほどね。早いんですよね、あの人ね、ボリュームいじってね。早いね。早いですね。レスポールのくせに早い。早いの。ストラト並みに早い。早いの。で、これね、俺の仕掛けの案ですけどね。ほう。逆なんですよね。それから、ブリッジが、こっちじゃないですか。こっちじゃないですか。これも違うんですよ。逆にしたんですね。あ、絞りです、ね、ブリッジ側がブリッジ側がそう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 、ネック側がブリッジ側ってそうなんですよ。やるな、うん、触りやすいように仕掛けしてるな。原稿ってどれぐらいなの？え、原稿ってどんな感じでいつもセットしてるんですか？原稿はね、原稿はね、ギブソンのなんていうの、メンテナンスの本に書いてあると、1弦 1.2 ぐらいでしたっけ？ 1.2 まであるかないかぐらい。ああ、そうで、6弦が 1.6 ぐらい。5、6ですね。あれ、インチだから、ほんと、64分の3インチとか、64分の4インチとか、なんか、1弦側の12フレットの隙間で、64分の3インチ。6弦側で64分の4インチ。になってたから、もうインチのスケール買ってきてそれ倒す。でね、これね、やってみたらわかんないけど、ミリ換算すると 1.18 ダブルかなの、で、そんな定規ないじゃん。ない。だから、だいたいみんな四捨五入にして、まあ 1.2 でいいやとか、1.2 ミリとかでやるじゃん。全然違うんだろ、タッチ。それはわかる、それはわかる。で、なんか、いや、これじゃない、まあこれじゃないよみたいなのがすごくあって。で、一回もうインチで合わせてインチで慣れちゃうと、もうインチで揃ってないと引きづらくてしまう。ああ、なるほどね。そう。だからね、もうインチの定規に買って、なんか最近ちょっとまた変わってきたなと思ったら、もうすぐその定規に測って、あ、やっぱちょっと違うよって。毎回ゲージ当てて。そうだね。僕だってしょっちゅういじりますよ、ね。割と多分いじる方だと思う。ですよね。うん。引く前にはいじっちゃえ。たりしません？だいぶ前は絶対いじってる。いじりますよね、楽屋で。いじりますよね、ボソボソやってる。このリハ行ってなんか変だなと思ったらすぐいじりますよね、キュッキュッキュッと、ね、そうだよね。でもちょびっとちょびっと、そうか、わからないですけど。またさ、ジブソンとか使ってるとネック動くじゃん。うん、国産のリーダーって動かないよね、ガチしてて、ヒルソンとかベンダーとかさ、動くんだよね、ネックが。ちょっとしたら、これとかまだ95年ぐらいだから、まだいいんだけど、うちに81年の V があるの、めちゃめちゃ動くんだよね。分かるなんかもうビョンビョンビョンでネックがもう遊んでんじゃないかって言われて、この76年のレスポールね、
ロック動きますよ。しょっちゅう来ないですでしょ、しょっちゅう来ない。でも70年代のギブソンの方が、うん、作りはいいじゃん。これはさ、なんていうの、綺麗っていうか、まあ仕上げとかはさ、うん、ピカピカしてるけど、うん、ピカピカしてるだけで、うん、いまいちですよ、細かいときは、うんうん、で70年代のさ、うん、ギブソンってさ、うん、カラマズ工場で作ってる、うん、でカラマズで作ったギブソンってさ、うん、例えばフレット浮きとかもないしさ、ないだってもう40年以上前でしょ、50年近く前のギターなのに、うんうんうん、フレット浮かないんだよ、うん、すごくね、うん、今のギターなんて半年弾いたらフレット浮くじゃん、うん、それ考えたらね、うん、すごいなって、やっぱ、ね、伊達にヴィンテージだねなって、うん、これ作るのは変えてないんですか。これはね、ピックアップ配線以外はドノーマル、これ通しのまんま、ギブソンのシャーラン、うん、ピックアップがこれ、うん、すごい初期のゴーマナクラシックに変えた、うん、こっち配線もいつものようにいろんな配線いろいろあって、うん、これコンデンサーなんだったかな、ブラックビューティーじゃないのかな、アングルビーだったかな、なんか、うん、変わったやついるか、違う、ムラードかなんかの、ムラードワックス入れたんだ、たぶん、たまたまね、手持ちにちょうどいいコンデンサーがなくて、うん、見ると、うん、あのワックスコートの、うん、なんていうの、こう触ったらベタベタするやつがあるの、はいはい、ちょっと大きくて、うん、なんかクリーム色で、うん、触るとちょっとベチャーベチョーみたいな感じ、うん、それがあのベース用だったの、うん、0.1マイクルか、うん、0.01 じゃなくて、うん、0.1 マイクル、なんかベース用でちょっと容量のでかいやつがあって、うん、それがたまたまね2個余ってた、うん、でまあベースに入れることないから、うん、とりあえずレスポールに組み合わせて入れたら、うん、意外と良くて、うん、フロント側の子守りぐらいがちょっと好きで、うん、使ってたワルペダル長さ200ミリくらいだよね、それね、そう、ちっこいケースにしか入るので、そう、これ、俺のやつはね、アルミ筐体のね、
V2 って書いてあるんだけど、その元々の初期モデルはプラスチック筐体だった。樹脂ダメだよね。樹脂はすぐ壊れるんだけど、うん、そう。でもその壊れるやつをジョン・フリシャンとか使ってて、うん、でそれで一躍有名になって一時プレミアついてたんだよ、うんうん、でそれでなんか気を良くしたアイロニーズが、じゃあもう一回再生産しようみたいな感じだったんだけど、プラスチック筐体が不評だったんで、側をアルミ筐体に強化してバージョン2で出したんだよ。こっちはねプレミアつかないんだよ。音同じなんだけどね。アルミの方がいいじゃないですか。いやでも俺はこれアルミだったから、アルミの方がいいからアルミのやつを買ったんだけど、これもね中古だった。掘り出しもんで緑のゴムがちょっとなんかねビジュアル的に、そうそうそう、色がねいまいちかっこ悪いんだけど、うん、でもまあ別にいいやろな。そうで、そこからね、うん、あのダイレクトアウトでチューナーに入って、チューナー何ですかそれ。これチューナー俺よくわかんないけど、黒いやつ、そう、あのかっこいいんだけど、ポリチューンみたいにこうジャラーンってやると全部のゲームをいっぺんに表示してくれるタイプで、うん、KC エレクトリックのポリチューンとかが、うん、その系列でも有名なんだけど、うん、これはなんか違うメーカーらしいんだよね。見やすいよね、これね。そう、見やすいのと、うん、ポリチューンが 0.01 セントだったかな、確か。で、これ普通 の 0.1 セントなんで、うん、ポリチューンよりはちょっと精度が落ちるんだけど、うん、でも全然実用ないよね。でこれ使いやすいんで、これを繋いでありますね。でワイヤペダルから出てきた振動は、ボスの SD1、うん、これもね、中古でね、ハードオフでね、うん、3000円ぐらいで出てて、定番だよね。なんでこんな、でしかもピカピカなのこれ、ほぼピカピカだったね。元箱に入ってちゃんと新品みたいだったのね。なんでこんな安いのって言ったら、なんででしょうねって店員が言ってたから、多分値段付け間違えたんだろうね。あれだけど、ちょっとつまみ見たらピアノにしか原因が高めな感じ。今ね、アンプがちっちゃいからね。ああ、そうか。それで今、クリーンな。最後にディレイが、うん、あのボスの DD6、 新しいですね。短めなんですね。今はね、これね、リバーブ代わりにつけたか、うん、つけたるからこんな感じなんですよ、うん、まあそのやる曲とかによって、うん、これすぐつまみで変えれるじゃん、うん、ピューって、うん、まあそのまま便利なのでそのままついてる。これが、うん、あのお出かけ用です。セッションとかで遊びに行くときに、うん、重たいの持ってくの嫌だなっていうときに持ってくるんですよ、うん、コンパクトでいいですよね。そう、これケーブルは、これケーブル、うん、ケーブルはね、うん、なんだろうな、メーカーかわかんないんだけど、僕カールコード好きでカールコードなんだよね。わかるカールコード、あの昔の黒電話の電話機の線みたいなやつ。これね、もう大好きなの。なんでそれなんですか。俺買ったことないですよ、一度も。これね、単純に地味編を使ってたからって言って、まずはね。で、俺いろんなケーブルも試したんだけど、うんうん、ストレートケーブルは、うん、やっぱあのハイファイなんだよ、全体に、うん、でハイファイすぎて、うん、俺のセッティングだとうるさくなるんだよね。で、うん、ギターの配信とかすぐ変えちゃう、うん、だから、結構ほら、うん、ヴィンテージのさ、うん、ウエスタンエレクトリックとかもさ、うん、もうネットとかでめっちゃ探して、うん、あったっつって1メーター5000円とかするやつを買って使ってるわけ、うん、そうするとさ、めちゃめちゃギター音抜けるの、うん、いい音だってなんだけど、うん、そのまんまが例えば、うん、なんていうの、ベルデンとかさ、うん、EX プロとかさ、うん、使ってさ、ビュンって出力するんじゃん、うん、
うるさいんじゃない、うるさいわってなる、だからどうしようかなって。カールコードは、こうカールされてるからさ、排出するんだよ。まあくるくる回ってる間に、そう排出する、そう回ってる間にっていうか、これコンデンサ効果が生じるから、で高周波がスポイルされて排出するんだよ、それを逆手に取ってる感じ。そう、なんか若干買い落ちするから、まあ、ちょうどいいかなっていう、でもあんまり古い安っぽいカールコードだと、買い落ちしすぎて、ボソボソになっちゃうから、だからこれも結構探して、最初ボックスからあったやつにしようかなと思ったんだけど、それはいまいちだったんで、これ試したらボックスより良かったんで、これ買ったんだけど、これメーカー忘れちゃったの。ボックス以外でカールコードってあるんですか？いくつかあったね、変な無名のメーカーとこいつとボックスと、あともうスイッチクラフトでしょ、それプラグ。プラグはね、プラグはね、これ最初ね、なんか安っぽいやつついてたの、だからこれプラグだけ自分で買いちゃったの、ほら売ってんだ。そうですね、カールコード好きで、でなんでカールコード好きになったかっていうと、そのまあ地味編が使ってってもらったんだけど、ストラトと相性がいいのよ。ああ配慮ってするから、そう、だからあのストラトのブリッジ側のピックアップでさ、ギランギランの音がちょっと緩和される、なるほどね、で使いやすいよ、でもそれになんとなくそのコントロールに慣れちゃったら、カールコードしかもっと歩かなくなるじゃん、とりあえず、でふっと気づくと、もうギブソンでも何でもカールコード使われてしまって、やばいなと思った、確かにケーブルも悩みますよね、悩みますよね。悩むけど、ほんとね、俺今ストレートの普通のケーブル使ってるのは親指で、親指でとか評判いいですよね、あと、あれなんすっけ、出てこない、何で出てこない、国産、国産、国産、もう一つあってじゃん、なんか考え、考えじゃなくてライブライン、待って、検索する、検索する、お前いつもね、この名前忘れんじゃん、なんすかね、名前をね、すぐ忘れんじゃん、すごい有名なメーカーなんですよ、出てこない、あとメジャーなんて出てこない、雷ギターのことすげえ前なんですけど、比べて、ちゃんと電気的特性を取って、
グラフ化して比較してるサイトがあったの、うん、でどこら辺の周波数がどのぐらい の損失があるかっていうの全部数字で出てる、うんうん、で、うん、EX プロとクラシックプロは、うん、ほぼ一緒なの特性が。そう、びっくりしてマジかと思って、そのまますぐでそのメーターが10メーター800円だから、ね、クラシックプロのケーブルを買って、で EX プロはもともと自分で持ってるから、うん、スタジオ入ってさ、ミキサーしながら比べたの、うん、ほとんどね、うん、変わらない。マジですか、うん、俺、え、マジですかっていうふうに思ったけど、あのちゃんとグラフでやってたからさ、なるほどなみたいな、うん、あれね結構ね、あれだ、あの隠れた名機だと思う。クラシックプロでしょ、クラシックプロ。そうそうそう、後で見てみよう。クラシックプロっていうメーカーがあのサンドハウスを開くと出てくるんで、クラシックプロね、ググってみます。EX プロじゃないからね、うん、クラシックプロだから、ね、あとはもう普通の、うん、やっぱハイエンド系は追い上げるだろうな、うん、奥さんだと、うんうん、あと何があるのかな、ギターシールドおすすめ。俺最近ずっとモンスターなんですよね。ああモンスターね、モンスターね、スピーカーケーブルで使ってたの一時期、うんうん、いいですよね、あれね、うん、太いやつですよね、太いやつ、うん、でもなんかゴロゴロしてて、うん、使いづらくてやめちゃったんで。確かにモンスターね、取り回し悪いですね。なんかいいんだけども取り回しが悪い、ちょっと硬いし、はいはいはい、あれで柔らかかったら最高なんですけどね、うん、なかなか硬いんだよね。あとどっかな、カスタムオーディオジャパンとか、うんうん、いいですね、結構いいんだけど、あれなんかこれ京都だよ、ほら、うん、ほら CAJ だよ、うん、ほうほうほう。でもそれね、うん、なんだっけ、それこそ親入れがどっかの OEM っていう話だよ、うん、そうなの、そうね、噂だけど、俺知ら、確証はないけど、うん、そういう噂をね、前にちらっと聞いたから。ひょっとしたら中身ハイエンドってことですか。そうそうそう、中身はだから、うん、その親入れとかそこら辺のやつの OEM なんじゃないか、多分。マジか、うん、国産系の、これ頻繁覚えられなくていつもね困るね。でも俺ずっと昔はカナレを使ってたのよ、しばらく。僕もそうだね、一緒でカナレ使ってました。20年くらい使ってた、うん、で当時それしかなかったんだよね、うん、ぶっちゃけこの何年かでしょ、ってギットサッと。そう、ここ5年、そう、ここ5年くらいでしょ、うん、ケーブルなんかいろんなメーカーのいろんなのが出てきたのって、うん、ベルデンとかだって、まあ、昔からあったんだけど、うん、日本でベルデンがバッと人気出たのってここ10年くらいじゃん。そうですよね、この10年くらいですよね。そうそうそう、その細いやつですよね。そう、うん、で、なんかいまいちあれパッとしなかったんで、ずっとカナレ使ってたんだけど。本当だ、それまでだってカナレのケーブルにスイッチクラフトをくっつけたりね、うん、俺はカナレにカナレのプラグつけすぎるね。あのザラザラしたやつね。ザラザラしたやつ、うん、高いんだよ結構、あのプラグ1個ね、600円ぐらいするのかな。スイッチクラフトって変わんないでしょ。変わんない変わんない。でもね、うん、なんかかなりやっぱね、ちょっと肺落ちするんだよね。その代わりね、ノイズはね、もうほとんど拾わないから。拾わないですよね。だからスタジオで使ってる理由がよくわかるよ、あれは。で、取り回しもいいでしょ、あれ。ねじれたりしないでしょ。そう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 、うん、変な癖つかないでしょ、うん、癖つかない。あれすごく俺、うん、もうあれでもうちょっとね、うん、抜けが良ければね、うん、いいのになってずっと思ってたの。触った感じもつるっとしてますしね、あれね。そうそうそう、うん、
あ、そう。で、それで、カナレを、その、もっと、スカッと抜けさせた感じのが最上なの。で、俺、その最上のケーブルを、普段は使ってる。どうだったっけな。細いのと太いのがあるよ、最上で。そう。細いのは割とそこら辺でこう、出来合いで売ってんの。最上のケーブル5メーターとか8メーターとか。まあ、それでもよかったんですけど、で最初はその最上の5メーターぐらいのケーブルを、秋葉原で買って、ほんで、使ったら、かなりよりいいなと思って。ノイズも少なくて、でかなりよりも中古域綺麗に出るし、で変なコンプレッション感もないし、あ、これはいいかもと思って、けどやっぱ使ってると、いわゆるその広域の潰れがやっぱ気になって、やっぱ、まあ、かなりよりはいいけど、まあそれほどでもないんだなとか思ってたら、俺がいつも世話になってる神奈川県の相模原の、アンプ屋さんがいるのね、西田製作所ってところなんで、でそこの、社長というか、聞いてみたら、最上ならこっちの方がいいよって、なんか人まで太いやつを、紹介してくれて、でそれで、なんか、じゃあちょっと2本作ってくださいって言って、ケーブル2本作ってもらったの、めちゃめちゃ良かった。あ、そう、太いってモンスターくらい太いんだ。そうそう、モンスターくらいの太さ、でめちゃめちゃいいんだよね、ただやっぱり取り回しきついんだよね、太いからさ、癖がさ、そこね、けどね、音はね、今のところ、現存手に入る、リーズナブルな価格では、もう抜群。あ、そうですか。高いケーブルと比べても、そんな遜色ないっていうか、むしろこっちの方がいいんだろうみたいな。モンスターとか高い金出すのはこっちの方がいい。最上の方がいいんだみたいな。マジですか、それ。だって値段的に最上の方が安いもん。モンスターより。カスタムオーディオの中身が最上じゃねえかって話もある。これね。これが、このサイズが最上の普通のサイズ。レギュラーサイズ。レギュラーサイズ。でこれのもう一回り太いのが、めちゃめちゃ音が良かった。あれなんか矢印ついてんね、これ。そう、それ向き決まってる。向きなんだ。そう。今気がついたよ。そうだったんだ。知らなかった。向き決まってるの。信号の流れの向きが決まってるから。たまたま合ってるよ、これ。矢印書いてある。向き合ってた、よかった、合ってた。そのオレンジないですよ。あ、これね、安かったんだよね、3000円ですこれ。はい、3000円のね、ブラックスターっていうメーカーのね、ディストーションですね。僕のやつはね、ギターからポリチューンに行ってるんですよね。ポリチューン行って、次がそう、ブラックスターのディストーション行って、そして AMP のプリアンプ、P1、P1 ですね、P1、そして、キアニーに教えてもらった G3 です。これキアニーとキアニーの今日の一緒で、お出かけセットですよ、セッション用で。ちっちゃいやつね。ちっちゃいやつ、ちっちゃいやつ、すっごく軽いんで、だから基本的な歪みは、P1 で作って、結構いい感じで調整してくれるんですよ、原因もそうですけど、ね、P1 で作ってリードソロの時に、G3 は今空間系だけで、ノイズゲートとコーラスとディレイなんですよね。でノイズゲートは常時4 でコーラスとディレイと、あとちょっとジョン・サイプスになりきれない時にはディストーションをちょっと踏んであげるので。G3 どう使ってるんですか？ G3 最高ですよ。いいでしょ？いい。ほんとね、これ最初 G3 しか入ってなかったの。あ、確かにね、確かにね。G3 だけだってもちょっと辛いものがあって、もう一個なんか入れたいなと思ったらもう G3 入らなかった。今ちょっと G3 はもうちょっと大きいボードに入ってるんだけど。見てみよう。
だろう、 MUX？ カルフォルニアね、軽い、めちゃめちゃ軽い、あ、軽い、軽い、軽いでしょ、めちゃめちゃ軽い、これをここにこうセット、あ、これジョージオンでしょ、ジョージオン、そう、これがもうなかなかこれで完結、完結してる感が、うん、ちっちゃいでしょ、ちっちゃい、もうこれで大体、いいな、うん、大体間に合う、このワールペダルが たまりません、うん、ちっちゃくていい、いいっすね、ワウ、もう用意してるかな、これ、どうするかな、これね、俺のお出かけセットも、ギター落ちそうに怖い、見えるか、見えるか、見えます、見えます、これですね、僕のお出かけセットです、見えてるね、とりあえずお出かけセットですね、これね、これをよく、これおすすめです、これ、これ僕の左の親指のやつね、これおすすめですね、非常におすすめです、で、僕、すべて電池で動かしてます、あ、そうなんだ、 G3 以外は電池で動かしてます、素晴らしい、電池が、やっぱ電池いいのかなって気がしてきて、あ、俺ね、電池っていうか、バッテリー、リチウム電池、うん、充電バッテリー、充電式ので、一時期動かしたの、うんうん、ノイズ皆無だよ、そうなんだ、ノイズなし、使ったことないやつ、ノイズなし、ハイヤのベースのやつがね、リチウム電池の、あ、そう、充電器いつもボードに使ってあって、はい、それで動かしたやつね、俺もね、充電器、リチウム電池の、しかもなんか、試供品みたいな、え、製品開発版みたいなやつをもらって、前に、もう何年か前、2年ぐらい前だけど、うん、で、まあ、それで、モニターじゃないけど、うん、ちょっと使ってみてって、渡されたことがあって、でそれしばらく使ってたんだけど、うん、音いいんだけど、うん、バッテリーこんなでかいのよ。それ致命傷ですよね、重たいんだよね、うん、でボードに入れるってのはすごい重くて、そうそうそう、だからね、なんかコンセント刺さないから、うん、変なトラブルなくていいんだけど、うん、重たいよ、とにかく重くてでかいのはちょっと調子悪いもんな、そう、まあ、ちょっと普段使うにはちょっと重たくて嫌だなと思って、うん、まあ今それでも1年ぐらい使ってたかな、ライブとかで使ってもね、もうノイズが全然違う、ほとんどね、エフェクターのノイズなくなる、だからあれはね、結構リチウムバッテリーはおすすめかも、マジですか、うん、本番セットってどんな感じなんですか、本番セットはね、RC ブースター入って、うん、で、あ、違う、最初にポリチューン入って、うん、はい、ポリチューンから RC ブースター行って、うん、RC ブースターから、うん、モーリーの台湾バルブラルに入って、うんうんうん、そこから、うん、TDC の005と007に入って、要は005入って007入って、うんうん、その後に G3 入って、うん、で最後にボスのフットボリューム、うん、FV100 入って出てくる、やっぱボリュームペダル最後、最後ボリュームペダルが、がっつり歪ましたときに、もうそこのボリュームペダルじゃないと、うん、ノイズ残るから、どうしてもそれが外せなくなっちゃって、うん、で、その TDC の005と007で、うん、まあ大体の歪みは作れるんだけど、いわゆる今時風の超ハイゲインなサウンドはもう G3 の中のディストーションを使うんです、G3 の中で、うん、ボトムなんとかってやつとか、うん、あとヘビーメタル、うんうん、ボスのヘビーメタルのコピーみたいなやつと、うん、あと極み、うん、極め、極みね、 ありますね、極め、はい、極め、極みだか極めだか、この3種類のうちのどれかをアンプに合わせて使う感じ、うん、それでいわゆる今時のめちゃめちゃハイゲインなゴーっていう音を出すときはそれ使う感じ、005と007の使い分けっていうのは、005はね、イコライザー的に使ってる、歪みはね、うん、ほとんどゼロ、うん、ゲインはゼロでボリュームだけ上げて、うん、でトーンコントロールが、うん、
とても優秀なので、うん、だからもう、うん、パラメトリックイコライザー的な使い方になってます。ああ、なるほどね。あれ通してね、オンにしたわけで、どんなアンプもマーシャルの音になった。そう。うん。笑えるほど。踏んだ瞬間にプレキシじゃん、プレキシみたいな。うん、そんな音になる。まず、最近、人のボードをよく見るけど、キリシャ入ってる人結構いますよね。ああ、あれ、でもね、うん、あれ、もともとはなんかこれはヴィンテージパーツを使ってるから、うん、パーツの在庫がなくなったらもう生産打ち切りますって言ってたんだよね、彼。あ、そういう製品だったんだ。そう、うん。でもやめたのかな、そうそう、ね。俺最初にはマシン君が入れてて、007でしょ。7の、もう型式わかんないけど、うん、いやすごい、ね、いい音してるねって話してて、うん、シンちゃんもなんか持ってた気したな、TDC。どれもね、TDC、うん、1個はね、うん、木下明人師匠から、うん、いただいてきたり、お借りしてるんですけど、うん、もう一個はね、うん、ヤフオクで買ったんだけど、本当、中古。いい値段しますよね、するする。だって定価で3万8千とか、そんぐらいするじゃん。ヤフオクで買ったって2万5千。沈みカタルでそんだけの値段ってすごいじゃないですか。そうそうそう。けどね、うん、高いだけあるね。そう、うん。美味しいとこは全部フォローしてくれるし、うん、いらない音は出ない。だから、なんていうの、うん、クランチサウンドからディストーションぐらいまでは、うんうん、もうほとんどあれ1個とかに合うじゃん。これ見た目はしてなんかいいですよね。まあマニアっぽいよ ね。ブリックっぽい作りだけど、ね、一応メーカー品なんで。あれあれでエッチングしたんですよね、あれって。多分そう。そうですよね。あれ手が込んでるから、うん、ちょっとブリックペダルっぽく見えるんで、うん、いい感じっちゃいい感じなんで。あれの見た目に似たさ、ソマットってあったじゃないですか。あったね。俺、あれ一時はオーバードライブをずっと使ってたけど、なかなかいいなと思いながら。俺も一時期持ってた、ソマット。で、あれが、その、どっちかって言ったらヌメヌメ系でしょ。そうそうそう、ヌメヌメ。で、俺それでダメだった。ソマットね、しばらく使ったけどね、うん、3ヶ月使ったかな。うん、使ってねえかな、うん、2ヌメヌメぐらいかな。うんヌメヌメが取れなくて、うん、取れないよね、取れるわけがない、嫌ですと思ってそれすぐやめちゃったパターン。そうなんだ。そうなんだ。俺ずっと使ってましたね。あ、そうなんだ。なんかマルチ初めてマルチ買うまでずっと使ってましたね。ヌメヌメ系だ。ヌメヌメ、マルチはさ、うん、どっちも入ってるじゃん。ああ、割とヌメヌメ系の音もするし、ジャリジャリ系の音もするから、マルチ便利だなと思ったんだけど、出てくる音がもう全部 CD レベルなんだよですね。要はダイナミックレンジがないから、うんうん、CD みたいなダイナミックレンジがないから、うん、いまいちこう生っぽくないから、うんうん、それがあるから、うんうん、あんまりどうなのかなとか思うんだけど、うん、ただ便利でしょ。便利、軽いしさ、だって1個ですみんなもさ、1個でダイナミックレンジさ、あのいいな、だからまあいいなと思って、これも G3 は今でも現役でパリに使ってる。 G3 はこれやめられないですね。これね、これは本当に最高ですよ。だってこれもさ、型落ちだから、うん、今 G3N じゃん、うん、新しいやつ持ってるから、うん、安いんだよ。え、6、7千円ぐらいでさ、うん、売ってるじゃん、中古で G3 って。あ、そうなの。そうそう、今もう型落ちで安くなってる、安くなってるっていうか、中古とかだと1万切ってるから、うん、マジですか。そう。だって一時これ中古で終わっても1万数千したじゃないですか。一時期ね。ね。で、今ほら新しいのが出たから、うん、ちょっと値段が下がってるらしくて、うん、ペダルなしの方だともう1万切ってる。ペダル付きでも1万2千とか、うん、1万3千とかね。キャニー持ってるの違う。あれだよね。ペダルなしだよね。そう。うん、まあ俺両方持ってないけど実は。ペダル付きとペダルなしと。うん、あの、目的で分けて使ってる、うんうん、両方持ってて、うん、で、ペダルなしの方はもうボードに組み込んじゃってるから、うん、外すのめんどくさいんで、うんうん、持ち歩きでペダル付きを買ったの、うんうん、だから両方あるっちゃあるんだけど、うん、ペダルなしを、例えばボスのディストション1個買う、うん、新品で買ったら7,800円とか、もうちょっと買って、9,800円とか、悔しいんじゃん、うん、しますじゃん。その値段で G3 の中古1個買う、めっちゃ、うん、どっちがいいかって言ったら、うん、俺は G3 を落ちるよね。落ちるよね。これさ、俺いつも思うんだけど、ボディアルミにしたら、ちょっと値段高くても、もっと売れる気がするんだけど。今ね、G3N が結構バリッとしてるから、うん、メーカーはそっち売りたいじゃん。アルミ地が大キャストでさ、なんか使
作れば、ね、値段倍ぐらいでもみんな買うんじゃないかなと思うんですね。どうなんだろうね。G3L とかあそこら辺が結構出来がいいよね、うんうん、今日はよくなかったけど、うん、なるほどね。そんな感じで、うん、わすごい、もういい時間だよ。もうあっという間に1時間経ってる。マジですか。マジですね。すげえな、時間足りねえよ。これ始まったら次の人大変だろうって。1回じゃ終わんねえだろうな、次の人。まあ、ということで、時間になっちゃったんで、まあ、名残惜しいんですけど、君彦さんの回はこれで終わるという形にさせていただきますね。ありがとうございます。ありがとうございます。次いつ呼んでくれるんですか。次、また来たい。来たい。まあ、じゃあちょっと時間空けて、来たい。半年後とか。いいね、いいね。3ヶ月後、半年後ぐらいで。次、本ちゃんボード持ってきていいですかね。本ちゃんボードでも構わないけど、置けるか、この辺に。大丈夫、大丈夫、ちっちゃいから、ちっちゃいから。ほんと？大丈夫、大丈夫。じゃあ、次いつになるか分かんないけど、とりあえず。乗ってください。ね。じゃあ、またちょっと、今日はできなかった話とか。まだまだあるんで。セッションタイムもいいんじゃないですか、ここでね。セッションタイムね。セッションタイムはね、あの、番組外でやろうと思ってます。ああ、そうそうそう。そうそうそう。それもね、あれば。いや、前はほら、俺のフリーセッションで、うん、あの、番組で流したことあるの。3時間フル。うん。誰が見てるのか知らないけど、うん、そこそこ再生数あってびっくりしたけど。へぇー。そうなんだ。うん。だからまあ、そんな感じで、うん、行きたいと思います。ありがとうございます。はい。ということで、ザクッ、サラサラっと告知系なんかをしとこうかな。俺ね、結構ね、いっぱいあるんだよ。告知いきます。一部でしょ。一部です。これ、なんだろう。一番近いのは今週、6日水曜日、京変のサウンド講座、オンエアということで、オンエアじゃね、配信ということで。まあ、有料なんで、あの、会員じゃないと見れないんですけど、お店にブロコでやるんで、ブロコに来る人は普通にブロコで見れるんで、暇があればブロコに来て、まあ何やってるのか覗いてもらうと嬉しいかな、というのが今週の水曜。来週の水曜はフリーセッションの旭川、再来週の水曜はフリーセッションの札幌で、その後、2月はそこまでかな。まあ3月に入ればまたいろいろあるんで、それは3月に入ってからまたご連絡したいと思います。あと最近ね、いろんなイベント系をね、企画してるんで、俺の Facebook なり、キャヘンクラブのサイトなり、Twitter なり、なんなりをちょっとみんな検索してみてくれると嬉しいかなと。あの、特におじさん連中にはぜひとも見てほしい企画がいくつかあるんで、よろしくお願いします。ということで、次回18日か、次回18日は誰だろう。次誰ですか。次ね、次は18日誰だっけ。もうね、すぐ忘れちゃうんだよ。書いてないか。あ、次回ね、塚原さんだ。次回は塚原さんだ。あの、塚原さんっていうのは、うちのファントム・オブ・ソロのレコーディングをしてくれた、あの、スタジオ立長の社長さんなんですけど、あの、同時に、あの、札幌でギタリストとして活動している方なんで、今回は、あの、レーベルの社長じゃなくて、ギタリストとして呼んでるので、一プレイヤーとして次回は、18日は塚原さんが来ますんで、ぜひ。またこういう話を1時間延々とやることになると思いますので、よろしくお願いします。ということで、次回18日まで、さよなら。ありがとうございました。